会長。兵庫県三田市より参りました管楽よさこい連エールです。エールです。ありがとうございます。私たちは本日この京都桜よさこいにて2019年度演舞のお披露目をさせていただきます。今年のテーマは世界遺産姫路城の沖杭戸にまつわる四ツ谷怪談播州皿屋敷。恐ろしい怪談話を遠慮らしく精一杯表現します。それではご声援手拍子のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。牛の国王を告げるとき、ついに奴らが目を覚ます。古くされたその祈り、夜な夜な聞こえる女の声、お菊の姿を見た者は一人残らず呪われるそうだ。これは M が送る世にも不思議な物語。ようこそいらっしゃいました。ゾンビの世界へ。何が起こるか予測不能。エンドゥだとゴーストだと聞こえてくるわ。ゾンビの叫び怪しく不気味な生きる屍。さあ始めよう恐怖の夜を。Let's go!